回読んだ本は第33代阪神タイガース監督を務められた金本知憲さんの人生かけて苦しみの後には必ず成長があったです。小学館から出版されております。広島カープと阪神タイガースにて長い間活躍された名選手です。通算安打数2539本、通算本塁打数476本のスラッガーで数々の記録をお持ちです。特にすごいのが1492試合フル出場で、これは今後破られることのない記録でしょう。今後選手寿命は伸びていくとはいえ、ピッチャーは除外、キャッチャーとショートのような守備の負担の大きいポジションは難しい。試合の局面によって代打代走、守備固めによる交代をされないための走攻守の保持、しかも打撃は長打も打ててアベレージも一定以上残せていないと局面によっては代打を出されてしまいます。そして何より10シーズン以上怪我、病気なしでスタメンを勝ち取り続ける必要がある無理ゲーです。前回鳥谷さんの本を読みましたので、ぜひ金本さんの本も読みたいと思い探して購入しました。金本さん自身は非常にストイックで野球史に残る名選手でありながら、ユーモアや面倒見の良いところもあり、何より野球界の悪しき体育会系気質を後の世代に残さないようにしていたような気がします。とはいえ兄貴もある程度は筋肉なところはあるのですが、苦しみの後には必ず成長があったという副題も、鳥谷さんには苦しめば良いってもんじゃないと思われてそうですが、それは個人事業主同士考え方の違いってことで、それぞれのプロの考え方があって興味深い一冊でした。おすすめです。